初めましての方もご常連の皆様、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。令和3年8月30日愛知県常滑市にある国際展示場で行われた音楽フェス、音楽フェスがネットをまさにざわわとさせました。騒動を読売新聞さんより紹介します。野外音楽祭は県国際展示場常滑市で開かれたヒップホップ中心の波物語2021とプレイベント、名古屋市のイベント会社などによる実行委員会が主催し、著名なアーティストも参加した。 SNS には観客が密集しマスクなしで大声を上げる様子が多数投稿された。と飲酒していると見られる投稿もあったとのことです。なおこの件は令和3年8月29日のこの宮脇チャンネル生配信というライブ版でも取り上げました。その時私がこのイベントに賛同してるかのようなコメントがあったんですが、賛同などしておりません。これは改めて否定しておきます。そのコメントというのは、私がこのマスクをせずに外して集まることに賛同してるかのようでしたが、私はそんなこと一言も言っておりません。だからお前これ行くかって問われたら、私は無理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 とお断りします。ただ移動の制限をすることが難しい憲法の区引きもありますが、加えて他人様への迷惑ということを、これを完全にゼロとすることも難しいのも、これまた事実なんです。だからできる限りやる派、できる限りやる派で、マスクももちろんその一つです。一方で正しく恐れることをした上でのイベントの開催に私は賛成する立場に立ちます。イベントの開催は J リーグにしてもプロ野球にしても他でもきっちりと対策を立ててやっているわけですから、騒動になったイベントだけを取り上げていかんあかんと批判することは、私はちょっと難しいという立場に立つんです。この波物語を擁護はしてません。むしろ主催者の道義的な責任というのは問われるべきだと考えております。他人の行動を制限するにはそれだけ慎重に立つ派だということです。また主催者に触れておけば、ニュースやワイドショーが触れたことによって、こちらの波物語というイベントのオフィシャルサイトでは謝罪文を発表しましたが、主催者の会社のホームページは今もそのままで、波物語のイベントがこちらの方に掲載されております。だから道義的な責任はいかんあかんと批判をしますが、最終的には企業であるから市場がその存在価値を決めるんではないかなと考えております。一方で本件においてしれっと責任逃れをしているという疑惑が、ずどぐーん、責任逃れの疑惑があるのではないかと私が疑っているのは大村秀明愛知県知事です。緊急事態宣言は大村秀明愛知県知事の要請によって発令されております。そしてウィキペディア先生に尋ねてみたところ、会場となった愛知県の国際展示場というのは愛知県の所有となっております。ここで先ほどの読売新聞に戻ってみます。県は8日にまん延防止等重点措置が適用されたことを受け、12日に主催者にチケット販売中止や酒類提供の停止を要請。チケットは計約9500枚を販売済みで、主催者は販売停止に応じたが、酒類については明言を避けていたとのこと。これについては地元名古屋 CBC が制作し、全国的には TBS が配信しております昼下がりのワイドショー午後スマンにて詳しく報道されておりました。何でも主催者側の説明としては、返品できるものはお返ししたんですけど、それ以外はゴニョゴニョゴニョだったそうです。つまりそれを裏返してみると、県側、愛知県側というのは酒類が提供される可能性があることをご存知だったということになります。その上で会場を提供していたということになるんです。そして言わずと知れた愛知県のトップオブトップは大村秀明愛知県知事です。そんな大村秀明愛知県知事がこの波物語のイベントについて問われた時に、その釈明に疑惑がぬぷ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 。大村秀明愛知県知事は騒動が明らかになりました令和3年8月30日次のようにコメントされていたと、やはり地元のメーテレさんの記事より紹介します。なんで私が昨日の夜初めて知らないかんのだと、ああいうことがあったので事前にもっときついメッセージを出さなきゃいけなかった、
自分の会社さえ儲かればいいんだ、実際客がどういう行動をするか知らんという行動を取られた方、まあ、主催者についてですね、は極めて遺憾だと憤慨して、今後このイベントをした主催者さんには場所を貸さないよと怒ってみせました。つまりあのお笑いトリオダチョウ倶楽部さんが言うところの聞いてないよというような釈明をされていたということです。なお、この模様は昼下がりのワイドショー午後スマでもオンエアされていたので、オンタイムで私見ましたが、担当部局が私のところに上げてこないと激おこぷんぷん丸でした。だがちょっと待ってほしい。いやいや、この聞いてないよのロジックは2年前にも私見たような記憶があります。令和元年8月14日のザクザクさんより紹介します。さらに大村氏は同日の記者会見で、芸術の中身などについては芸術監督、これ津田大輔さんですね、が全責任を持ってやっておられる、芸術監督を決めた以上はそこで作品の中身、芸術の中身などはお任せする、基本的には芸術監督の責任で仕切ってもらうと語った。これはあの愛知県で行われた芸術イベントで、昭和天皇陛下の御神栄をバーナーで燃やしておいて、その灰をさらに踏みにじるという、こんな映像作品が展示されておりました。公的な場所で展示されれば批判されるのは当然でしょっていうようなものに対して、それが明らかになった時にした大村秀明知事の言い訳です。つまりこの時も論旨においては、うん、芸術監督に任せているから聞いてないよ的なみたいなっぽいお話をされていたということです。まさに大騒ぎとなったイベントの後にも、愛知県下のイベントに対して報告相談連絡といういわゆるほうれん草をこの知事さんは徹底していなかったということになります。さらに愛知県知事といえば、今年の1月に緊急事態宣言出せよと大騒ぎをされ、さらにゴールデンウィーク前の4月になりますと県独自の緊急事態宣言というメッセージを出しておりました。それだけ危機感をマスコミを通じて訴えかけておきながら、愛知県が所有する物件でのイベントについては聞いてないようだということです。白がこう言ってます。言うだけ番長。そして飲酒で密なイベントが実施されました。ましてこれ予兆はあったんです。まず県の側は仕入れたお酒、返却できないお酒の存在を知っていたんです。そしてそれだけではありません。大村秀明愛知県知事が記者会見して激おこぷんぷん丸で聞いてないよなんて言っていたその日、国際展示場のある常滑市の市議会が開かれて、常滑市の伊藤達也市長がスピーチをし、その語ったところをスナップショットに撮ってツイッターの方に投稿していました。そこにはこうあります。このイベントは2016年から2019年までリンクビーチで開催されていました。その際にもトラブルの絶えないイベントでしたので、今回の開催も大変危惧しておりましたとあり、いわば曰く付きのイベントだったんです。ただし繰り返しますが、県知事閣下というのは愛知県民皆様の民意の表れです。ましてやこの私東京都民です。小池百合子都知事閣下をいただく東京都民です。だから口を挟む筋合いじゃないことは重々存じ上げております。ただ私がおやおやと首をかしげるのは、今ざっと見ただけで穴っぽこがたくさんあるこの大村秀明愛知県政に対してのニュースやワイドショー、マスコミの皆さんの批判が生ぬるいように見えてならないところです。またこの波物語というイベントにはおやおやと眉根を寄せてみせても、この手の話題になりますと主催者の会社周辺だとか、あるいは主催者の社長さんとか経営者のご自宅のご議長さんとかにまで恐縮ですがと話を聞きに行くニュースやワイドショーがこれをしていません。もちろん私はご近所さんに尋ね歩き、それを垂れ流すことを良しとはしません。ただ今回の報道を見ていると、露骨なまでの態度の違いにおやおやと首をかしげてしまうんです。とりわけ主催者さんの会社のホームページを当たりますと、所在地は愛知県名古屋市とあります。そして昼下がりのワイドショー午後スマを放送しているのも名古屋市にあり、ちなみに同じ区にあります。Google 先生に尋ねたところ、ブンブンの自動車ならばだいたい8分ぐらいで到達する距離です。ここからやはり疑惑かちゅどこーん。
ただこの疑惑についてはこの撮影している時点で公開情報のないただの疑惑、まあ推測、個人の感想ですとしておきます。ただ名古屋 CBC が制作し全国的に TBS が配信している昼下がりのワイドショー午後スマというのは、日頃視聴者の皆様にステイホームを呼びかけながら何でもかんでも政府いかんあかんとしているのに、この騒動が発覚した8月30日、番組のレギュラーコメンテーターの石塚元明さんは、出演者は行ってみるまでここまで大きい会場と知らなかったのかな、だったら主催者かなと、主催者の責任は逃れようもないのになんだか話をぼやかしておりました。だがちょっと待ってほしい。いやいや、むしろその会場の大きさじゃなく密、密密の密の話ですから、多少その場は興ざめするかもしれませんが、アーティストの皆さんが、はい、皆さんね、両手広げてソーシャルディスタンスって呼びかければ、密を避けることは少なくともできたんです。あるいはアーティストの皆さんに、それやったアーティスト終わりだからな、的な、みたいな、ぽいことを主催者さんが言ったんであれば、やはり問題は主催者さんとなります。そして昼帰り、会場の使用許可を出した愛知県であり、そこのトップオブトップ、大村秀明愛知県知事の責任が問われなければならないのではないでしょうか。さらに、元宮崎県知事の東国原秀夫さんなど、お願い頼みの限界ですね。だから政府分科会もこの1年、強制力のある法律を作ってと提言しています。なんてね、政府の方にぬぺっと責任をなすりつけておりました。ただ波物語というイベントの責任にあえて順番をつけるならば、1に主催者で、2にお客さん、3番目ぐらいにアーティストの皆さん、そしてグググググっと辿っていって大村秀明愛知県知事となります。他にもこの波物語というイベントの報道の仕方、報道の仕方にはおやおやと首をひねるシーンがあります。例えば舞台に立った超有名アーティストのご家族に人気ガールズグループのメンバーさんがいらっしゃって、この手の話題というのはニュースやワイドショーの皆様は大好物なのに、これについて一切合切報道しない自由、そして返す刀で何でもかんでも政府が悪い、何でもかんでも何でもかんでもと、冗談はともかくこのゴゴスマという番組では、イベントが行われているそのナウの時にお酒類が販売されている姿を撮影していて、その動画が放送されておりました。つまりイベントでお酒が提供されるということをご存知だったのかもしれません。ただ日本中を感動させた東京オリンピックゲームスにおいては、わずかなリスクであってもいかんあかんやめろと大騒ぎしていた、そんなワイドショーの一つがこのゴゴスマという番組です。いずれも感染拡大が人流がという文脈からの批判でした。ところが今回はテレビ局からわずか8分自動車ブンブンで行けるところに恐縮ですがと取材もしません。なおこちらのゴゴスマという番組では、地元愛知県が生んだドラッグストアチェーンの会長さんがワクチンについてね、ちょっとね早めに打たせてとかっていう疑惑が登場した時、この話題一切合切ゴゴスマという番組の中でなかったなかったなかったなんてこともありました。そして知事さんへの批判もほとんど見かけません。あふれ出る郷土愛なのかもしれませんが、甘やかすだけが愛情ではないなんてね、ふと考えてしまう今日この頃でございます。なお波物語にはイベント支援という名目で経産省の方から3000万円の支給が決定しておりました。しかし騒動を受けまして、その3000万円が消えた消えたやったとなるようです。一方政府はちゃんとエンタメの方も応援してるんだよって分かったことは、これは我々にとっての朗報です。というわけで、今日も明日も明後日もみんなで頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回の番組をお楽しみいただけたのならば、いいねをクリックしていただけると嬉しいです。言いたいことを言いまくっているメルマガ版の方にも遊びに来てください。こちら有料版になっておりますが、私の自由な言論表現活動を助けていただいております。いつも応援ありがとうございます。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
外交安倍晋三完全勝利説という物語なのにモルゲストよって答えたんですが、モルゲストよかって紹介した。赤が勝ち、羽生くんすごい、宇野くんすごい、日本別にすごくない。だってあなたに会えたからと。番組を最後の最後までご覧いただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。みやちゃんじゃんけん、じゃんけんチョキ。私がチョキなのでグーを出したあなた、グーライトマジンガーからのぜ、おめでとうございます。私と同じチョキを出したあなた、着替えますね、あなたと私で 1,2,3 のトリプルピース。そしてパワーを出したあなた、あ、よろしければご一緒に。それでは本当のバイバイ。